こんにちは、ギリナナです。前回変わり玉編みをご紹介したんですけども、今回は縄編みをご紹介したいなと思います。で、縄編みも簡単なものと難しいものがあって、ちょっと練習がもしかしたら必要かなとも思うんですけども、縄編みを覚えるとアラー模様もぐっと可愛く編めると思うので、でいろいろ作品にも取り入れられると思うので、よかったら覚えてみてください。で、編み図の記号だと私は下手くそなので申し訳ないんですけども、こんな感じになっています。で、こちらは縄編みっていうよりも記号とかで書くと、変わり長編み一目交差とか変わり長編み二目交差ってなるんですけども、下の部分がくるっとなっているので、それの表引き上げ編みになっています。こちらを結構アラー模様で使うことが多いかなと思うんですけども、これこっち側が右上、こっち側が左上になります。で、その時にこう頭の部分を見ると左側が上じゃんってちょっと混乱しちゃうかなって思うんですけども、こっちだと右側が上じゃんって思ってしまうかなと思うんですけども、足を見ます。足を見てこっちの右側、こう編んできますよね。右利きさんの場合、右利きさんだと左に向かって編んでいくと思うんですけども、その時に右側にある目を上にします。なので右上、左側にある目、下の段ですね、編んだのが下になっているので左下になります。これだと逆で、こっちからどんどん編んでいって、右側になる方が下、左側にある目、こう編んでいて左側にある目が上になるので、これが左上、頭ではなくこうどこを取るかで、取った方の上か下かで変わると思うんですけども、こっちもそうですね。こっちから編んでいって右側が上になっているので、足の部分から右上になります。右側を取るのが上になっているので、左側を取った方が下になっているので左下ですね。こっちだと逆、右側が足の部分を見ると下になって、左側が上になっているので左上という感じでなっています。で、実際編むのは右上の方がもう断然やりやすいですね。分かりやすいし編みやすいし、左上だと結構難しいんですけども、これも練習して覚えておくとアラー模様とか他の作品にも取り入れられると思うので、ぜひ頑張って練習してみてください。ではまずはこちら、変わり長編み一目交差の表引き上げ編みの右上、こちらを編んでいきます。ではまずはここの2目で変わり長編みの一目交差表引き上げ編みを編んでいきます。それの右上ですね、引っ掛けて一目飛ばします。ずっと長編みとかを編んできたとして、一目飛ばして次、それの頭ではなく足の右から入れて左に出します。糸を引っ掛けて持ってきます。で、2本ずつ取ります。これで長編みの表引き上げ編みができました。で、引っ掛けて交差編みなので右に戻ります。さっき入れなかったところですね、ここに右から入れて左に出します。で、このまま長編みを編みます。で、これが右側が上になった一目交差になっています。で、次こっち左上、これがちょっと難しいんですけども、次の目にはちょっと長編みを入れておきます。まずは引っ掛けて、最初は同じです、
一目飛ばして次に針を入れるんですけども、表引き上げ編みにしたいので頭ではなく足ですね、右から入れて左に出します。で、糸を持ってきます。アラ模様を編むときは結構表引き上げ編みがよく使うかなと思います。で、長編みなので2本ずつで、ここまでは前と同じになります。で、次は左上なので、これを上に置いといたまんまにしたいので引っ掛けて今度は裏から入れてあげます。これがちょっと大変かもしれないんですけども、倒した方がやりやすいですかね。倒して糸はこっちで、前の目、今入れたところの前の目に右から入れて左に出します。頭ではなく足の部分ですね。で、糸を持ってきて、で、2本ずつ取ります。で、こうすると左側が上、こっちは右側が上という感じになりました。こっちが難しいですね。で、次はこっち2目と、実際4目で1模様なんですけども、2目ずつ交差編みをします。4目で1模様なので、長編みで編むと結構突っ張る感じになってしまうので、この2本線が入っているのは長々編みにします。あとは模様が大きくなると3つ巻きにしたり4つ巻きにしたりとかってするんですけども、長々編みなので1回2回巻きつけて、で、1、2、3、2目飛ばして3目目4目目で右側に入れてあげます。1、2、2目飛ばして3目目に右から入れて左に出します。で、このまま長々編みなので2本ずつ2本2本2本、1回2回で、2目交差なのでもう1回同じ風に編んであげます。2本2本2本で、今度は前の2本編んでないのがあるのでここに入れてあげます。1回2回巻きつけて、今度は右から編む時ってこっちから、右利きさんの場合はこっちから編んでいくので、こことここ順番に右左という感じで編んでいきます。右側の柱に入れて足ですね。で、ちょっと気持ち長めの方がいいかなと思います。で、2本ずつ1回2回巻きつけて、次はこの隣、今ここに入れたのでここには何も入っていないので、ここ右から入れて左に出します。で、2本ずつで、隣の目にはよく長編みとかを入れるかなと思うので一応入れておきます。で、そうするとこんな感じ、頭を見ると1、2、3、4、4目で1模様の交差編みができました。変わり交差ですね。で、今度はこっち左上、これが難しいです。引っ掛けて2回長々編みなので2回巻きます。で、1、2、3目目、こっちは同じです。3目目に針を入れてこのまま長々編みを編みます。で、こっちも同じように長々編みで、次はこの左側に入れた方、これを前に出したいのでこっちと同じですね。なので後ろから針を入れます。1回2回巻きつけて、後ろからこんな感じで針を入れて、右から入れて左に出します。で、これが邪魔なんですけども、これを下に下ろして
この足の部分、もしやりづらかったら倒しちゃってもいいかなと思うんですけども、やりやすいように倒すと分かりにくいですかね。こう足に入れて糸を持ってきます。で2本ずつ、2本、2本、2本で1回、2回引っ掛けて、私はあまり倒さずにこの間にシュッと入れて、で今度は隣の目、今入れたところの隣、ここの柱にこう入れちゃいます。でかぎ針のここの引っかかる部分を結構上手に使って、こうシュッと上に出してあげて糸を引っ掛けます。で2本ずつ、でこんな感じでできました。こっちが右上、こっちが左上、左上がもう、難しいですね。なのでこれはちょっと練習したりとか何回も編んだりするとコツがつかめるかなと思うんですけども、最初はちょっと引っかかったりとか、これは2目交差なんですけども、例えば3目交差だったりとか、あとは間に長編みを入れて交差編みをするっていう長編みもあるので、そういう場合は結構難しかったりするんですけども、これはちょっと練習が必要かなと思います。で次は例えばこういう風に縄編みを編んで交差編みをしたところ、間が空いちゃいますよね。こうで内布をつけるのが上手な方とか好きな方はいいんですけども、内布をつけるのが苦手だなとか、あとはこうどうしても穴が開いちゃうのがちょっと気になるなっていう方は、後ろに長編みを編みながら交差編みをする方法もあるんですけども、ちょっと難易度がこれは上がっちゃうかなと思います。例えば一目交差、今編んできたものですね、それの右上の時に穴が開くのが嫌だな、長編みを後ろに編もうかなって編んだ時に引っ掛けて、今までと同じようにまず編みます。一目飛ばして隣、二目目に足に針を入れて糸を持ってきます。で2本取ってこの未完成の状態で後ろに長編みを編みます。その時に一目飛ばしたところ、これの頭に長編みを編みます。糸は針のこっちじゃなくて針の向こう側ですね、こっち、このまま前に戻ります。前の頭、これが今入れた頭で、その隣、右隣の頭に針を入れて糸を持っていきます。でこの時に引っ掛けますね、長編みなので引っ掛けて頭に針を入れます。糸を持ってきて、で長編みの未完成をします。2本取る、で3本引き抜く、でこれで交差編みと後ろに長編みができたので穴があんまり開かずに編めると思います。で次は引っ掛けて前に戻ります。右上なので右側、で糸を2本取る、未完成の状態で今度はこの左側の足にこう入れたところですね、最初に入れたところの頭、ここに長編みの未完成を編みます。引っ掛けてここに入れたところがあるんですけども、その頭に針を入れて糸を持ってきます。2本取る、で3本取る、で例えば次は長編みってなった時に
あんまり穴が開かずに長編みの分ぐらいしか開かないと思います。こっちとは全然違うかなと思うんですけども、こうすると穴があまり開かずに編めるので、こんな感じで編んでいきます。で、2目交差だともっと難しいんですけども、1、2、2回巻きつけて1、2、3、3目目の足に長編みの長長編みですねの未完成で、そしたら一番最初の目、ここの裏に針を頭に入れて長編みの未完成をします。2本取るで、3本一気に引き抜く、1回2回巻きつけて、今度は隣、左隣の足糸を持ってきて2本2本で、今度は今長編みを入れた隣、この頭に長編みの未完成をしてあげます。で、3本引き抜く、1回2回巻きつけて前に戻ります。今度はこっちとどちら、これだ、同じように1回2回巻きつけて、ここに1個2個入ってるんですけども、それの前の前の足に針を入れます。で、2本ずつ未完成の状態で引っ掛けて後ろ、一番最後に交差編みをしたところの隣ですね、ここに長編みの未完成、3本引き抜く、1、2で、今度は今入れたところの左隣、ここに針を入れて糸を持ってくる、2本2本引っ掛けて一番最後に編んだところ、これの裏側、長編みの頭、ここに長編みの未完成、3本引き抜く、で、隣には長編み、で、そうすると穴が開かずに編めます。こっちと比べると全然違うと思うんですけども、で、私も作品にこう編んだ方がいいなと思うので取り入れたいなと思うんですけど、もしできなければ後ろに長編みを編むのが大変だったら、目数はこの頭の目数は変わらないので、もうこっちしかできないって思ったらこれで編んじゃってもいいと思うので、ちょっと穴が開いちゃったり細かいものを入れたいなっていう時は厳しいかなと思うんですけども、こういう方法もあるので、これを覚えておくと結構綺麗に編めるかなと思います。で、今日ご紹介する中で一番難易度マックスなのがこれの後ろに長編みを編むっていうもの、穴を開かずに編むっていうのが一番今日は難しいかなと思うんですけども、これの場合だと左上ですね、左上でなおかつ後ろに長編みを編んでいくので、これが一番難しいです。1回2回巻きつけて、で、1、2、3目目、3目目の柱、足の部分ですね、右から入れて左に出します。糸を持ってきて2本2本で、そしたらここの2目飛ばしたこの裏の頭、ここに針を入れます。引っ掛けて後ろからこんな感じで、で、未完成の状態にします。2本取るで、3本一気に引き抜く、1、2、2回巻きつけて次隣で、2本2本引っ掛けて、今度は隣の目ですね、長編みを編んだ隣、
方に長編みを編みます。未完成で3本引き抜く。でここまではさっきと同じだったんですけども、今度はこの目を上にしたいので、この間に、ここが空洞になっているんですけども、この間に針を入れます。1回2回巻きつけて、この間ですね、この間に針を入れて、後ろには長編みがあります。で前に戻るんですけども、一番最初の1、2、3、4目で一模様にするので、それの1本目右から入れて左に出します。ここが難しい。でこれをキュッと出してあげて、この線は下、針の下で糸をギュッと持ってきます。で2本ずつ、2本2本、この状態でここが最後になるんですけども、4目一模様のこれが4目目、それの前3目目ですね、ここに長編みの未完成をします。で3本引き抜く。で1、2、2回引っ掛けて、またこの間に針を入れます。で1本目、2本目、3本目、4本目あると思うんですけども、1、2、2本目、右から入れて左に出します。でその時にこれが針の下に来るように、で糸を持ってきます。で2本ずつ、2本2本、で一番最後のこの4本目の頭、ここに針を入れて、おっと引っ掛けてですね、長編みの未完成2本で一気に3本引き抜く。で隣に長編み、でこれで左上で後ろに長編みが編めました。後ろから見ると結構綺麗なんですけども、入れてないところってこうちょっとボコボコしてたり穴が開いていたりすると思うんですけど、長編みを入れると結構綺麗になります。でもちょっと難しい。左上で2目とか3目交差とかだと思う、もっと難しくなってしまうんですけども、練習すればきっとできるようになると思うので、最初は1目交差くらいから練習したりして、徐々にこう本数を増やしていったりするといいかなと思います。なかなか難しいんですけども、後ろに長編みを入れるだけでもう穴が全然違うので、もうこっちとは。なのでもしできる方は後ろに長編みを入れながら編んであげるといいかなと思います。で例えばこの2本で一目交差で後ろに長編みを編みながら編んでいこうと思うんですけども、ここに長編みを編んで、で引っ掛けて後ろ側に長編みを入れようということで、後ろに長編みを入れます。で交差編みなので引っ掛けて前に戻って交差編みをします。表引き上げ編みの交差編みで、そうだ後ろに長編みを入れるんだ、でそうすれば穴が大きくならないんだっていう感じで長編みを編んでしまうと、これだと2目で一模様、2目で長編みの交差編みを作ったのに、目数で言うと1、2、3、4、4目になってしまうんですよね。なので
このままどんどん編んでいくと、もう上がどんどん広がっていっちゃったり、サイズがおかしくなっちゃうので、必ず後ろに長編みをするときは未完成の状態で、未完成の状態で後ろに長編みを入れてあげます。長編みも未完成の状態で、ここを一気に引き抜きます。ここを一本にしてあげたいので、頭を一つだけにしてあげたいので、入れてるのは斜めと長編みの一本なんですけども、頭の部分を一つにしてあげないと目数がどんどん狂ってしまうので、ここだけ注意ですね。で、後ろ側、で一気に引き抜く。1本2本なんですけども、頭を一つにしてあげます。一目にしてあげる感じじゃないと目数がどんどん増えてしまうので、これを気をつけながらぜひ編んでみてください。で、縄編みって間に長編みを入れながら編んだりするのもあるんですけども、それは結構難しいので、次の機会にまたご紹介したいなと思います。で、まずは変わり長編みの一目交差の表引き上げ編み、右上左上で、変わり長編みの二目交差の右上と左上で、応用編で上に長編みを入れたんですけども、編み図とかだとこうなってることがありますかね。ここの目とつながってる、こんな感じで、こういう書き方があるかなっていう感じなんですけども、で、これは後ろに長編みを入れながら変わり交差をしている、変わり長編みの交差、長々編みだったりをしている感じになります。結構本の書き方も会社によって違かったりとか、読み方も違かったりするので、必ずこれが正しいとか、このやり方がいいっていうわけではないんですけども、私はこんな感じで編んだりとか、あとは呼び方とかも面倒くさいので縄編みを編みますとかって言っちゃうことも多いんですけども、いろいろある中の一つとして参考になればなと思います。なので、ここが、これが難易度マックスですね、きっと。初心者さんとか、アラン模様を初めてさんだと、これの後ろにこう入れるのが難易度が一番高いかなと思うので、もし暇な時とか練習してみるといいかなと思います。きっと幅も広がると思うので、できるようになると編み物ももっと楽しくなると思うので、よかったらチャレンジしてみてください。では、今回は変わり長編みの交差編みの表引き上げ編みの編み方と、後ろに長編みを入れる編み方のご紹介をさせていただきました。で、間違えてる部分も、あとはちょっとこれ私が覚えたのと違うなっていう部分もあるかもしれないんですけども、何か少しでも参考になれば嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。